気分はどう？どこか具合の悪いところは？内部データの解析終わりました。人格のコピーは犯罪だ。だから病院に行かず、あんたに頼んでるんだ。闇医者、モッカディート。須藤先生、危ないことは絶対にしないでくださいよ。機械が単なる道具だったなら、道具と割り切れる程度のものだったなら、こんな面倒な世界になることはなかった。医療に絶対の正解はない。ヒューマノイドという新しいメンバーを迎えた世界ならばなおさらだ。始めようか。一つ目、一つ目、数えきれない君。もし俺が人だったら、僕の性格は個性なのかバグなのか。はじめまして、僕の名前はパーマです。まだ私を探してるの？お前ももっと嘘に寛容になれ、モッガディート。俺は俺にしかできない治療がしたい、それだけだよ。待ってくださいよ。術式開始。